たどり着いた本土にも軌道エレベーターの支援施設があった。ここは天まで届いて伸びるエレベーターの構造体を作ってきた工場らしかった。ロビーの壁画の前に小さな女の子が座り込んでいて、それを見た王女は一瞬震えた。女の子が抱いたぬいぐるみ、タイラー島の経験はまだつい昨日のことだった。女の子は黙って王女の手を取り、工場の奥へと引っ張っていった。以前に知り合いだった二人だったのかもしれない。工場の中はエルジアの無人機の生産ラインに変わっていた。完全自動、無人のまま作り続けられる無人機の群れ。連れてこられた場所で王女は立ち尽くした。もう一人の娘が男の手を押さえていた。男の手はコンピューターの上で凍りついていた。娘はデータチップを抜き取ると床へ捨てた。そして私たちの方へやってきて、看守の腰の拳銃を抜き取った。引き金が引かれ、床のチップは打ち砕かれた。後で分かったことを織り交ぜて話すなら、娘はぬいぐるみの女の子の姉、姉妹は伝説の撃墜王ミハイア・シラージの孫娘たちだった。おじいちゃんから聞かされた前の前の戦争のトップエースの名だった。男はベルカ人。ベルカとは混乱の源、とんでもない先端技術と国家間を混乱させる謀略の卸元になることを好む民族だ。そう、私はベルカの民。かつての戦争で7発の核爆弾を自国内で使い、領土を自ら破壊してしまったベルカ。以来世界の背後にあって、何十年にもわたって何度となく戦争を生み出してきた。それこそが自分たちの運命と立場を取り戻してくれるのだと信じて。私が今ここで入力し終え、その後にミハイの孫娘が打ち砕いたのは、彼女たちの祖父から絞り取ったデータだった。このデータを得るためにミハイがどれほど肉体的に痛めつけられたのか、最も身近で見ていたのがこの娘だった。それほどの苦労も私がこの孫娘に約束した戦争の終結には結びつかず、絶望的な混乱を作り出しただけだった。私たちは混乱の源として恨まれ、捕らえられ、迫害の対象となっていた。味方してきたはずのエルジア人たちから、ミハイの孫娘から私を貫く刃のような眼差しを向けられるその以前から、私にはもう仕事を続ける理由などなくなっていた。孫娘はこんなものを持っていればあなたたちと同じになってしまうと言って拳銃を投げ捨てた。あなたたちの中には王女も含まれているようだった。王女もまた彼女の目を恐れていたようだった。王女が国民を鼓舞し進めてしまった戦争、彼女と彼女の祖父の老人もまたその犠牲者となってしまっていた。ベルカのため、エルジアのため、祖父の望みはただ一つ、あの大空で生き続けたいという、それだけだった。そこしか生きる場所がなかったから、私には空どころか帰るべき国すらない。黒い森も湖もとっくに私のものではない。たとえ懐かしい亡き母の思い出の土地だったとしても、私たちはそんな郷愁から離れ、もっと大人にならなきゃならないの。
祖国は今となっては遠いな。確かに。一方で侵入者の女は一人、もっと現実的なものを見ていたようだった。コンピューターを調べた。伝説の撃墜用のデータはすでにインストールされている。いや、私が途中でカットした。だがすでにそのデータを載せた機体が2機だけ作られることになってしまっている。工場を爆破しよう。こことは限らないんだ。同じような施設が複数ある。究極のデータを搭載した2機はそのどれからか生まれる。ここは軌道エレベーターが太陽エネルギーから作る電力で動いてるんだな。他もか。軌道エレベーターをぶっ壊して電力をカットすれば。とりあえずここを爆破するぞ。ああ、破壊すべき要衝を教えよう。私が考えていたのはあの入り口の壁画。ハーリング自身が描かせたもの。そこに描かれたのは世界中の各地に建てられたいくつもの軌道エレベーター。はあ、軌道エレベーターはエルジアから収奪するためのものではなかったんだ。その後、軌道エレベーター本体をぶっ壊す。建設の目的はどうあれ、あれこそが今や混乱の源だ。あなたは。ん？あなたならどちらを選ぶかしら。ハーリングの鏡の。ブリーフィングを行う。作戦飛行はもう十分だろう。俺は早く家に。家に帰る道がこのままじゃ見つからん。どっちへ向かって飛んでも誰かが弾を撃ってくる。見てくれ、先ほど部分的に復旧した一般のネット回線経由で送られてきた通信文にあった内容だ。エルジア急進派が軌道エレベーターに集結していると言っている。軌道エレベーターはエネルギー源だ。戦争マニアに莫大なエネルギーを与えればこの腐った戦争はまだまだ続いてしまう。これに反対する者はオーシア、エルジアの国籍を問わず集まって海と空からの飽和攻撃で残りのアーセナルバードを沈めようと言っている。そして軌道エレベーターを戦争遂行者の手から奪うのだと。見どころは確かなのか。騙そうとしてるかもしれない。だが見てくれ、最後にはこうも書かれている。一人の大バカ野郎へ。この世界を取り戻したければ東大へ集まれ。未来はそこにある。大バカ野郎、聞いた言葉だ。ああ、俺もそう思う。これはタイラー島で出会った奴らだ。元444飛行隊のあの連中だ。これは多くの人々へ向けた戦争終結へのメッセージであり、そしてトリガーへの指針なんだ。俺はそう思う。家に帰るには行くしかないか。綺麗さっぱりさせるか、あの残った巨鳥もろとも。まとまったな。俺たちに道は一つしかないようだ。この戦争を終わらすことだ。軌道エレベーターへ飛ぶぞ。東大を守るアーセナルバードをぶっ潰すんだ。援護を頼む。これ以上やらせない。ユルシア空軍のファイターパイロット。呢度之前嚟过咯喎，保护个总统嗰阵时，我哋就系喺度俾人屈。即係有種感覺，就係邊度跌低啊，邊度起翻身咁樣樣喎。啊，呢、這個打一萬分呢一關。お前らが合流できたのは嬉しい誤算だ。ロングレンジ部隊の任務は航空優勢の確保。有志連合にはロシア軍機もいるが、邊啲自己有邊啲敵人。呢就自己有嘅。確認した。無人機を含むエルジア政府軍機は敵機と識別される。二つ頭のエース機の実力存分に見せつけろ。うちのエースはもう2機じゃねえんだから、伝わってねえのか。そうだな、カウント。もう2機じゃない。ワイズマンの鍛えた部隊だ。
而家仲喺度嘅人全部都系王牌技师，咁又啱喎。オーシア南部方面軍司令部、いや国籍のことは忘れてくれ。我々はただアーセナルバードを落とすという目的だけで結ばれた有志連合だ。アーセナルバードへの一斉攻撃の開始時刻を待て。メソ了解。オープンチャンネルで喋ってやがる。敵にも丸見声だ。それしかないんだ。有志連合とやらにはエルジア軍機もいる。メソ、こちらエルジア軍軍の少し隊と我々は独自の判断でここにいた。運命だ。一晚瞓啦，我全程挂咗喺度睇剧情，其实我都冇乜点样好认真去打，我全部都系攞六 AM 六支导弹瞄到就肥，瞄到就肥咁样，跟住嗱嗱临凑够一萬分就算数啦。アーセナルバードからミサイルの発射を確認。こいつはヘリオス。お、走啊！
着弹地点から距離を取れ。おお、離开先。着弹まであと10秒。每个圈圈的范围，好恐怖，如果唔系。今の爆発で何機巻き込まれた。どうした？次の攻撃は来ない。わからん。だが警戒しろ。ヘリコ。アダスがまだ何とか大丈夫だ。警備システムが解除できない。でも手がないわけじゃない。あいつの言う通りやれば、10秒だけなら何とかなるはずだ。アーセナルバードから光が
ブキャスター、落下地点を想定できるか。大丈夫だ、このままなら海に落ちる。ターゲットと進路が重なる機体は退避しろ。これで全ての巨鳥が地に落ちる。図体がでかいと死に様も派手だな。するしかない。トリガー、両機のエスコートを頼む。空母へ向かおう。今はそれしかない。私だって無から飛ぶものを作り出す手は持たない。だが今この局面で必要なのはまさにその力だった。ここへ渡ってくる船の上から沈みかけの航空母艦が見えたのを思い出して道がつながった。アドミラル・アンダーセン、昔の船乗りの名前だ。この船は戦争最初の無人機空襲の時まだ偽装中でドックの中で着底した。だから修復も早かった。アンダーセンの名は知っている。この前のオーシアの戦争で最後の戦闘機を指揮する空母から飛ばした。浸水し傾斜している飛行甲板から最後の機体を射出したんだ。それが戦争終結につながった。そんな昔話にすら私の心はしがみつこうとしている。他の連中だってみんな同じだ。失敗すれば何が来るのか、人類の歴史の終焉か。オーシア軍は艦上機の他に空軍機をこの船に乗せて占領した大陸の滑走路に運ぼうとしていたらしい。だが陸地の目の前でこんな羽目になった。大当たりだ。格納庫の中は宝の山だった。スクラップクイーンの腕を見るがいい。トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した。エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。だがあの2機の新型無人機がいる。あれらが全てを買い上がった。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するためだ。しかも戦闘経験を積んで
能力的に進化を遂げたデータに更新した上で増殖するだろう。戦争どころか、この星を人間じゃない者の手に渡すことになりかねない。俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる。どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこの戦いを終わらせよう。ストライダー隊、発艦準備完了。聞こえるか？そいつは最高の状態に仕上げてある。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。空がよく見える。行ってこい、トリガー。向こうで何が見えたか、後で聞かせてくれ。貸してくれ。トリガー、一緒に行きたかったぜ。不祥事では足手まといになる。だがな、俺も同じ気持ちだ。さあ、行ってもいい。いずれにしろ、これで終われ。どう転ぶかは彼次第だ。結構残ってるな。
いいかを。作戦を開始する。前儀、トリガーに続け。了解。了解した。了解。哦，搞掂咗咯喎，两架都。两架梗系唔晒，无人机。分離咗，居然好快喎，飛得哇！中啊！应该攞我嘅驾驶技术嚟制作呢个无人飞机，咁就无人能及啦。出去附近。見つけたぜ出口を。軌道エレベーターだよ。
水柱向上即是怎么啊？俺の期待では難しいから。行け、お前ならできるはずだ。俺は胴体着陸を試み。呢度，哇有啲，哇有啲困难喎，大佬真系咁样样飞翻出去。睇清楚先，哇！哇呢度咁样，哇！哇慢慢嚟，慢慢嚟，大佬，好危险。もう少し燃料を減らしてからにしたかったが、仕方ね、着陸する。正直望みは薄いから。真系慢慢嚟，唔好讲笑，大佬。よし、着陸する。点解我唔可以喺里边降落啊？もう少し。冇埋信号喎，搞咩佢？トリガーたちはまだ脱出してないのか？救出部隊を送るべきじゃないか？諦めるな。待つんだ。应该差唔多到顶啦啩？聞こえますか？みんなが待っています。暗い世界には灯火が必要です。好似到顶啦喎。喂呀！哇，出翻嚟啦！いたぞ、トリガーだ。ストライダー1をレーダーに確認した。さすがだよ、トリガー。お前にだけはかなわねえ。俺たちの英雄だ。ストライダー2はどこだ？誰かカウントを確認したか？俺も活躍を見せてやりたかったぜ。このバカ野郎、今どこなんだ？トリガーを見上げてるよ。奴はいつも俺の頭上を飛んでやがる。あいつはみんなの上を飛んでるのさ。神経で救助部隊を送る。正確な位置を教えろ。軌道エレベーターの真下、高度マイナス500m。マイナスだと。おいトリガー、大バカ野郎、教えてくれ。そこの空は何色だ？天空咪蓝色噶咯，有咩色咧？なんだこの通信は？こちらは宇宙船ピルグリム1号、船長の永瀬ケイ。星々の世界は今や我々の前に開けている。私たちの宇宙船に帰り着く港を与えてくれたパイロットに感謝します。広い宇宙が。私たちの前に広がっています。私たちは今そこを目指し繰り返し登っていくためのゲートを手に入れました。そうか、彼女の帰還はこの日この瞬間だったか。この未来を与えてくれたパイロットに感謝を。未知なる空へ。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事はあの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルガ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。ミハイの孫娘たちも手伝っている。ミハイか、あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。
それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高み。聞こえますか？好，咁呢只 Ace Combat 7咧嚟到呢一度咧就爆晒机噶，因为主线咧已经系打晒噶啦。咁我哋下只游戏再见，拜拜。